今のはノーカウントですね。あのね、2人のレフリー、はい、片方はノーバスケット、はい、片方は微妙ですね。スリーポイントのコールをしました。ただノーカウントということに。どちらだったんでしょうね。あの0秒になった時にボールが手から離れてれば得点はカウントされるんですよね。はい、どっちだったんでしょうかね。ヘッドコーチはカウントされるんじゃないのかということでね、はい、はい、ファイバーローズ2011年から指揮を取ってくれていました前田健三アシスタントコーチの姿も見えますが、はい、ここです、ね、後ろに見えてますね。あ、はい、離れてないですね。はい、はいはいはい、で、B1 は、はい、あのビデオ判定、というのをルール採用してるんですよね、はい、でもうあのこういった映像あのもうその場で、ね、レフリーの方が確認できて、はい、そして、すぐにできるんですけれども、はい、B2 はまだねあのビデオ判定の方があの採用されてないんでね、はいはい、ただねあのこのテレビで見ると離れてなかったということで、はい、はいはい、正しい判定でした、ね、はい、さあただね、はい、やはりちょっと今もうレフリーがあの3人のうち1人のレフリーはあのカウントの、仕草をしたんですね、はい、でもう1人のレフリーが今度はあのノーカウントの、あの仕草をしました、はい、こういったことでねベンチからもやはりあのクレームが出るんですよね、はい、アピールが出るんですけども、はい、あの本当に、確認を、やはりきちっとして、コールしてほしいですよね。そうですね、さあ第1クォーター終了しまして得点は12対17香川ファイバーローズ5点のビハインド。昨日はね第1クォーター終了時点ですでに17点離されてましたから、ね、はい、いいペースで進んでいます。さあではアローズの勝利を信じるブースターからの応援メッセージご紹介。